スノーマンオープニング映像から終演後まで、ファンファースト、那初ドームツアー、皆さんの推しが、東京ドームでライブしてます。今や飛ぶ鳥を落とす勢いのスノーマンの初ドームツアー、スノーマンファーストドームツアー2023アイドーミー、東京公演初日、ステージから満面の笑みで報告する阿部亮平に、佐久間大介から、君、ファンなのかい、とツッコミが飛ぶ。負けじと向井浩二が叫べば、ラウールが、イエーイ、とはしゃぎ、阿部は、どっちも嬉しい、とさらに笑みを深める。深沢達也は二人の言葉を受け、新しい、マジ、新しすぎるわ、と笑ったが、この二人の発言は、ドーム公演を実現した自分たちスノーマンが主役ではなく、あくまでもファンが主体という点で、確かに、新しい、と感じさせるものだった。この言葉に象徴される、ファンファースト、ナスノーマンらしさは、前編にわたって貫かれていた、イカネタバレがあります。オープニング映像からして、会場に歓喜の悲鳴を上げさせた。ファン心をくすぐる演出が随所に盛り込まれたこの映像は、実は最年少19歳のラウールが演出したものだという。まず映し出されたのは、両腕の筋肉もあらわに、狭いダクトをほふく前進したり、一本のロープを登ったりする岩本テル。腕っぷしを見せたいと考えたというラウールに設定されたその職業は、本人は、サスケ、と自身が長年出演している番組にかけてボケたが、スパイ、スパイ。続く深沢達也は、プロの指導を受けたという見事な手さばきでカードを操る、本人曰く、ディーラー。手が綺麗だから、そこを見せたいという理由で選ばれた職業は、マジシャン、マジシャン、だ。